ほんまは、活動ね、これからの活動についてっていうのもあるんですけども、こう、まあ、全く今、ビジョンが見えてないんですよ。一切何も、ないんです。そんな、今日からなんかしていくとか、じゃあ今回はこれしていきましょうとか、その企画があるとかでは全くない。ただ、始めるにあたって俺を移そうじゃないかっていう計画を立てたわけ。で、三脚を買って、家具を買い、まあ、いろいろちょっとそこら辺にいろいろこう、なんていうの？こう配置してみたいなことをしてみたんです。で、カメラも、その、なんていうかな、ウェブカメラじゃなくてね、ちゃんとしたカメラを買いまして、まあ今もまさにありますけれども、まあそのカメラをこう自分で映してみると。ええ。で、まあ自分で映して、その、まあ一回、まあテストでやってみたりしたんですよ。それでパーってテストでやってみたりして、で、まあどう映した方がいいかなとか言うて、こう自分でパーってね、自分の顔も見てて、ああ、もうこの顔やったらもうええわ、言うてやめました。はい。だから、もう一切の、何のあれもないと。何の予定もないと。ええ、いうことになります。はい。あ、強いてあげればマイクアームにしてん。その自分を映すぞ計画があったから。それをやっててんけど、でもなんかあんまり、まあ、なんていうの、良くないやん、被写体が。ほんで、ああ、良くないな、被写体が良くないわってことでやめたわけ。やっぱそれは雑誌でも何でも一緒。サムネイルっていうな感じになった時に、やっぱ被写体が良くないってもう作る気うせるから、はっきり。うん。まあ、どんな、そんなさ、もう加工して、フォトショップでとかもう鬱陶しいから、やっぱもうそんなやったら薄さへんに限ると。道に落ちている、まあそれこそ、なんでしょう、ゴミを皆さんわざわざ映して生放送しないでしょ？一緒です、それは。ただちょっと少々動くだけで、少々肺でね、空気吸ったり吐いたりとかしてるぐらいのもんで、別に一緒なんで、そうやったらわざわざ映さんでもいいかなっていうね。で、ことで、ふみこは助かるけど、うん。ふみこは助かるけどな。やっぱもうみんなが苦しむからな。と。一回やってみようやん。いらん、その一回やったらもう終わりやん。お前その一回があれやねんで。お前その一回を、お前遊びか、お前。遊びか、お前。そう、お前その一回でお前あれやんけ。俺のあれが変わんねやんけ。一回そんなバーン、なんか爆発したらもう、えらいことになるやろ。ただでさえお前あれやねんで。もう、なんやろ。希望にも満ち溢れてへんねんで。それがパーってお前、俺顔なんかパーって薄ってお前。パーって見たかった感じどう見ても薬剤やったらどうすんねんお前。髪の毛もあらへんのに。パーって見て、俺だから少々なんか伊達メガネかなんかせめてかけといた方がええかな。とか思ってる俺も嫌いやねん、ほんで。わかる？なんかパーってこう見て。すごい、俺をパってカメラで映してるときに、俺、あ、いや、伊達メガネとかの方、ほんで、なんかさ、このグラスのやつのさ、ちょっとなんか、青い色のやつにしてとか、考えて、俺が鬱陶しいわ。何やねん、その、めめし。何それ。いや、急に俺、インスタライブみたいに、考えてんの。もう、ええわって何ねん、そうなったら。で、やめてん。ケロッピーの顔、いや、ケロッピーの顔出しもないんちゃうかな。ないと思うけどな。まずその出しようがないしなと思うからな。でこれからの活動はちょっとまだ分からへんねんな俺もな。だからとっかくなんかをしたいっていうのはない。強いてあげるならば、今だからその同級生がエーペックスしてるから、エーペックもうずっとエーペックスブロンズでエーペックスしとん、シルバーとかで。でな、そのしてんのをの一緒にやったりしてん、ようなような。たまにエーペックスやってる人誘ってくれたりしてんねんけどな。全部断って申し訳ないけど。で、それでエーペックスしたりしてるから、強いて言うならばそれぐらいちゃおう？もう。うん。なんか、ちょっと俺の中のエーペックスだもんしかな。急に燃え出したみたいなとこもあったりして。そうそうそう。なんやったら、もう、アップで当日にアップで情報を確認するに至ってる。うん、まあ俺がいるよね。だから純ちゃんしかり俺しかり、やっぱこの年齢35って年齢はきっと一回エーペックスにハマる年齢やねんね。で、これはほんまに、俺だって論より証拠やろ。やねんって。絶対一回人は、なんか周期があんねん。だからその年男みたいな周期が、その12年に1回ぐらいきっとあんねんって。その自分が年男みたいなぐらいの頻度でエーペックスみたいな頻度が多分来るな。来んねん来んねん。俺もそこ入った。入っても時期に。次いつ撮るかちょっとわからないんですけれども、とにもかくにもですね、ようやく1ヶ月という時が過ぎまして、子供を成長させていく過程、一番しんどいのは2ヶ月までだよ、なんていうふうに
言うたりされましたけどね、というふうなご存知の方もいらっしゃるでしょう、時期的なものを。まあそこら辺をどういうふうに、これから見ていくのか、まあもちろん嫁にも迷惑をかけてるわけですから、そのあたりとのバランスみたいなものをね、今後考えて、でそこがうまいこといけば、すぐに活動できるでしょうし、まあそれがあんまうまいこといかないようであれば、ちょっとうまくいくようにスケジュールを、組まなきゃいけないとは思ってるので、まあ徐々に、いきなりブワーってやり出すのもちょっと思ってはいるんやけれども、徐々にやるか、ちょっと本当はねポケモンに誘われてた時に CL カップの、まあそこを機に、参加してみようかっていうのをこう考えてたんですよ。だからポケモンを参加するのと同時に活動再開ということを、ただどうしてもやっぱりね、ちょっとそこには至らない、なんていうかな、生活リズム、まあ生活習慣なんですね、まだどうしても。でまあこう初めての子育てですから、なかなかうまいこといかないことも多くてですね、だから子供と私の関係よりも私と嫁の関係みたいなところでもこうギクシャクする、そういったこともあるもんで、こういったところをまあうまいこと回せるようにして、そこからスタートしていく、まあそれがちょっといつかっていうのはなかなか難しいんだけれどもね、まあ2ヶ月までが勝負かなと思ってますね。言うて2ヶ月っていうのはおそらく2週間後ぐらいでしょうから、徐々に落ち着いていければ、まあ、11月中には活動できるかなとは思ってるんでね、また始まるときちょっと告知することはできませんけれども、やってたときは見に来ていただければなと思いますね。まあ本当に自分勝手な、私で申し訳ないですけれども、機会があればまたお会いいたしましょう。それでは、本日もね、1時間ぐらいでしたけれども、雑談お付き合いいただいてありがとうございました。まあ、ちょっとツイッターとか私ね、あのインスタとか全く上げてないんで、また上げれる余裕があれば上げていきたいと思います。それではまた、次、まあ雑談になるかもしれませんけど、次の配信でお会いいたしましょう。それでは本日の生放送もこれにておしまい。ね。